朝のテレビの彼女に、僕は君のことが好きだけれど、君は僕のことを知らない。僕が君のことを気持ちよく爽やかに見ているように、君にも僕を気持ちよく爽やかに見られる場所へ、僕も行かないといけない。君が僕のことを知らないままで、先に行かないようなタイムリミットに焦りを感じながら、僕が僕で君が君でいられるように、僕も行かないといけない。大事なのは気持ちよく爽やかに君を見られること。これを守るために僕ができることが何かと僕はものすごく悩んだ。思いつく方法は、どれも君に嫌われてしまうような方法ばかりで、何もないって思うしかなかった。残った方法は、奇跡と偶然に頼ることだけだった。どんな方法でやっても、確実は変わらないならば、僕は僕を頑張るしかない。僕が僕で、君が君でいられるように。僕は君のことが好きだけれど、君は僕のことを知らない。僕が君のことを気持ちよく爽やかに見ているように、君も僕を気持ちよく爽やかに見られる場所へ、僕も行かないといけない。朝のテレビの彼女に。